ハロトモトモジャパニーズステーション、アク立花慎治、アクバブルスデニムスタジオへようこそ。徹底的に分析する番組デネブスタジオでございます。インドネシアの皆様にもっともっと音楽のことを楽しんでもらうために、音楽の深いところまで語っていきます。よろしく、イエーイ、よろしく。というわけで、まずは最初に、はい、一番楽しみなコーナーでございます。こちらのコーナー行ってみましょう、はい、コメントを読みましょう。出たコメントが来るようになったらしい、はい、皆様のコメントを読んでまいりますので、今日はバブさん読んでもらおうかな。どうぞ。はい、シャフルールラマダンさんより、こういう感じの説明がすごくいい、すごくいい、うなずいております。ムードに合うコードの使い方とその使用方法も分かるようになるってことかな。すごい、すごい。私のこれですよ、ギターですか、この話は、ね。はい、じゃあ次僕行きましょうか。はい、ヘロリナ・ラフマワティさんより、はい、橘さんがメガネをかきながらギターを弾くのがかっこよく見える。ちょ、今日に限ってメガネ置いてねえし、置いてないって。今いるよメガネ。今持ってないんじゃ。そう、僕目が悪いんでね、ちょっと最近つけてますけどね。はい、はい、じゃあ次どうぞ。アリフ・ウィディアさんより、なぜかこのリアクションのコンテンツが好き。おお、いいですね。いいですね。他のコンテンツと比べたらテンポがゆっくりですが楽しみやすかった。すいません、まったりしてまして。おじさんとおばさんですからね。ゆっくりすいますね。そうですね、うん、はい。シンジさんとバブルスさんのコメントも、他のイケメンや綺麗だけどコメント力が低いアーティストより適切だと思う。ありがとうございます。年齢と、ね、経験によるかもしれないと、ね、これからも成功していただけますようにということで、はい、どうもありがとうございます。このコメントなんかすごく、ね、軸にきます ね。あ、もうやっててよかったね。やっててよかったね、うん、よかったよかった。顔だけが全てじゃないって信じていいんだね。それですか、うん、よかった。あ、それですよ、もう本当にね、はい、最近でございます。よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう、はい、それでは次のコーナーに行きましょうと、はい、今日の次のコーナー、最近流行りのジャムコーナー。イエスイエスイエス、 イエス。次のコーナーはジャンルトークです。音楽業界には様々なジャンルがあります。そのジャンルを皆様にいろいろ紹介していきたいと思いますので、はい、今回ご紹介するジャンルは、皆さんが多分大好きなシティポップでございます。シティポップの後ファーって音が伸びてるはず。あ、そう、はい、そういうことね。シティポップのですね、名前の由来はですね、まあ、もともと僕たち多分日本で生まれた、うん、なんか名前みたいなんですけど、僕はよく知らなかったんですけどね、はい、実際には70年代の後半から1981年にかけて日本でリリース。そうそう、僕は1983年生まれなので全く出会ってないジャンルなんですけど、その間にですね、派生していった音楽ジャンルとなってるみたいです。はい、で、なんかね、70年代の時期ですね、シティポップの時期として70年代の時期自体は、実際には日本ではフォークソング、はいはいはい、貧しさに負けたみたいなやつが流行っていった時期、はいはいはい、ロックはロックでもなんかこうちょっと ね、うん、ね、もうすごくこうハードロックみたいなのがアメリカでも流行ってた時期なのに、日本でこう演奏家の人たちですね、この演奏人たち、バックバンドの人たちが結構おしゃれなことをね、ジャズとか、そういったもうちょっとこう AOR とかアメリカのね音楽とか、そういうおしゃれな音楽に傾倒した音楽をやり始めた、ちょっとこうライブとかで楽しませるための、まあレストランとかね、そういうところで楽しませるための演奏がずっとリリースされずにいたんです、70年代は。だから東京都内の中
東京の中で、まあ、街中、都会の中だけで、うん、あの演奏されてて、まあ、流行り音楽としてあ、ね、うん、あの伝わっていってた音楽だったんですが、80年代になって松任谷由実さんですね、荒井由実さんから始まってね、うん、をきっかけに、まあ、始まったニューミュージックというね、そうニューミュージックって言ったらなんか私も分かりますね、なんか、そうですね、ああいう感じかなみたいな。そうだからシティポップっていうのは僕たちの中、日本人の中ではあの古い人間の中ではね、そうね、うん、ニューミュージックっていう言い方が、まあ、ふさわしい言い方だったんですけども、うん、今となってはですね、2010年からサチモスをきっかけにシティポップブームがまたさらに来たっていう、ね、それでシティポップというかっこいい名前、そうだね、ニューミュージックって言ったら普通にね、考えたらニューミュージック新曲やん、そうなりますもん ね、はい、でシティポップというのはどんな特徴があるかなんですけど、皆様聞かれてる音楽、僕ね思うんですよ、インドネシア人の方ってめちゃくちゃおしゃれ、そうなんかね、アレンジとかもとてもおしゃれ、ミュージシャンもおしゃれだし、服装もちろんのことおしゃれだし、うんうんうん、みんなカフェ好きでしょそうカフェ好きで、コピーが好きだから、うん、カフェでかかってる音楽ってやっぱおしゃれじゃないですか、やっぱジャズが貴重になるんですよ ね、 あそうね、だから結構流行ってくる音楽もどちらかというと僕らからすると、うん、そのおしゃれなお店でしかかかってないの音楽が意外とそのブレイクしてることが多いなと思うんですよ、ははははは、そのコーヒーをこう飲みながら外のいい風景を見ながらこうね、こう音楽をこうスンと聴きながらみたいな感じね、うん、ただでさえ暑いですからね、確かにただでさえパナスですから、うん、あ確かに、あのちょっとでも涼みたい気分的にね、あね、あそうね、でここでそういう特徴になってくるんですけど、シティポップの特徴ですね、はい、どんなジャンルなのかっていうところで、まあ、楽器の演奏とかに関しては、うん、基本的にはジャズだとか、うん、ファンク、フュージョン、AOR、うん、あとはなんだろうな、ラテンとかクロスオーバー、ロック、ソウルとか、ソウルが結構強いかな、あ、ね、うん、そういうちょっとこうなんかリズムがすごくはっきり出たジャンルになってくるんですけど、まあ、そこにおしゃれなサウンドを乗せると、このおしゃれがどんなものかっていうと、これあの日本の門松俊樹さんっていう僕たちが ね、そうお世話になったんです、門松さんお世話になりました、お世話になりました、はい、はい、門松さんが、広島とね岡山でライブした時には立花もだあのライブに出演させて、はい、後ろでバックでバブルスに関しては日本でもう一番大きな、はい、あの横浜アリーナ、横浜アリーナところで歌わさせていただきました、ありがとうございます、はい、3万人の前で演奏させてもらった、はい、そのお世話になった門松さんがね言うには、そのバブルが弾けて、うん、バブルなんか高度経済成長バーンっていって、うん、うわーいろんなものがバーン弾けた時ですね、経済がバブルスが弾けたわけじゃないですね、そうそう、バブルスはいつも弾けてますからね、えいえい、ね、だけどそのバブルが弾けた時に、うん、あ、弾ける前か、そのバブルが始まる前夜ぐらいですよね、始まる前ぐらいですね、うんうん、バブルが始まる前に、これからなんかこう起こるそのなんか経済的な余裕あ、ね、っていうのかな、うん、なんかこうちょっと遊びに行こうかなって思えば、夜は高級クラブに行ってみたりディスコに行ってみたりっていう遊びが始まって、でちょっと休暇をもらえば避暑地ですよ、熱海とかね、まあ、日本でいうこうビーチとかね、あるよね、うん、長野の方とかにあるよ ね、 あのね、そういう、まあ、サーフィンとかしに行った時とかに、その若者が聴きたい音楽ってなんだろうなんだろうって、お金を持っているそういう時期の人たちがこういうバブリーな気持ちの時に、赤いラジカセでね、そうそう、赤いラジカセで、ね、赤いラジカセこうやって持ってヘイってナンパしてる感じね、そういうのをまあ持ってこう聴く、その、まあ、ブルジョアな ね、気分で聴ける楽曲ってどうなんだろうって開発されていったのがシティポップだということなんですけども、ね、うん、ニュアンステンポとかも含めても実はあんまり速くないです、テンポがトン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 って速い曲ないです、ワン、ツー、スリー、フォー、じゃあ、じゃらじゃあ、ここの306、あ、360度も結構シティポップなのかな、あ、そうかもしれないね、わかんないですけどね、うん、はい、で、シティポップの代表的なアーティスト、うん、と言いましたら誰だと思います？僕生まれてないから。まあでもあの頃ずっと思ってるのはなんかその、まあ、私いましたからね、70年代ね、うん。70年代前半に生まれてるので、そうなんです、私。なので、まあ、でもあの頃、まあ、私幼稚園だったら、ね、あのピンクレディーの子で UFO とかやってましたけど、
でもあの頃に確かにこう70年代って言われると YMO とか、うん、あの辺ですよね。あーね、ペー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 はいはいはい、うん、なんかすごいやってきてて、その流れでなんかそのもう80年代に来たらちょっとアイドル路線の人たちがちょっとニューミュージックと呼ばれてるような感じのアレンジでこういっぱいこういっぱい出てましたね、なんかね。ああね、うんうん、まあなんかこうね、ウィキペディアを見ていくとやっぱ代表的なアーティストっていうのは、はい、まあ、さっき言った松任谷由実さん、荒井由実さん、ユーミンですね、ユーミンね、もありますけども、やっぱ一番日本でやっぱりシティポップ代表者というのは山下達郎さんになってくるんです ね、うん、ね、山下達郎さんの奥さんはしかもインドネシアで大ブレイクしている竹内まりやさんなんです ね、 そうですね。なのでそことつながってくるんですね。一つの家族が生み出してるシティポップの流れだったんじゃないかと、ね、考えたらすごいよね。すごいんです。だからいろんな人、ね、いろんなアーティストをプロデュースしてるので、他にもたくさんいます。シティポップで言うと山本達彦さん、稲垣純一さん、稲垣純一さんですね、杉山清隆さん、もう最高です、大好きです、ね、あと松田聖子さんの風立ちぬっていう曲とか、赤いスイートピーとかね、あ、そう、1982年のラストのラストまで、確かにアレンジがニューミュージックだわ、そう、赤いシティポップのサウンドで80年代の、ね、前半を、まあ、彩ったとされてるんですけども、まあ、その中もさっき言ったね、イエローマジックオーケストラ、うん、YMO とかいろいろ出てきてるんですけど、うん、まあ、そういった中でもやっぱり山下達郎さんが、まあね、王道だよね。王道ですね、うん、今聞いても古くないっていうのが不思議な、古くないけど懐かしいっていう感覚なんですよね。そういう意味ではインドネシアでもね、あの聞かれてる竹内まりやさんかのね、楽曲なんかも全然古い感じしないし、しない ね、もう今聴いてもすごい爽やかに聴けます。そうそう、しかもあの最近またリバイバルしてる、うん、真夜中のドア、ステイウィズミー、ああね、うん、松原美樹さんで出たやつね。そう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 、そう、なのでちょっとせっかくなので、ステイウィズミー歌ってみようかな。お、俺知らないけど、こんなだいぶ前にさ、あのリアクション動画やってた時に、あの、わかる、あのヒジャブかぶって歌ってる女の子いたじゃん。あー、いたいた。あの子今この Stay With Me も歌ってて、日本で今ブレイクしてるんですよ。へぇー、ラインツさんがそれで日本でバリバリ今売り出して、 TikTok 見たらめちゃくちゃ載ってるんですよ。マジで。そうそう、へぇー、めちゃくちゃ可愛い声であの声、あの歌歌うからめっちゃかっこいいですよね。絶対合うね。そうそう、 Stay With Me、 真夜中のドアを叩き、帰らないでと泣いた、あの季節が今目の前、 Stay with me、 口癖を言いながら二人の時を抱いて、まだ忘れず温めて感じの、ああ、私が歌うと低いですけどね。素晴らしい。ね、他にも松任谷由実さんとかどうですか、うん、バブさん。そう、本当に昔の古い、松任谷由実さんでもともとフォークソング系ではあったんだけど、でもなんかそのフォークソングなのにやっぱりニューミュージックにすごく寄ってるというか、ね、メロディーとかも作り方もそうだなと思いますね。じゃあちょっとその松任谷由実さんの曲ちょっと軽く口ずさんでみましょう。はい、いきます。泣きながらちぎった写真を手のひらに投げてみるの、悩みなき昨日の微笑み、わけもなく憎らしいのよ、青春の後ろ姿を人は見ない。
しまうあの頃の私に戻ってあなたに会いたいみたいな。最後ちょっと憑依しました。松任谷由実さんが来てくれました、ね、はい、最後だけ来ましたみたいな感じで、はい、あの本当にあのちょうど僕は抜けてる世代。そう ね、そうだね。でバブさんは多分あの時期ってニューミュージックみたいなおしゃれな世代と、うん、アイドルっていう世代 で、ま、たしかもね幼稚園なんだよ私、ね、小学校とかで、まあ、あのだから西城秀樹さんで YMCA とかこうやってやってた頃ですね、子供の時に、まあ、あの頃だったのであんまり聞いてなかったんですけど、そう、そこから、うん、そこからよ、今日ちょっとこの話してないなと思って、ほう、古い話ばっかしてもしょうがないよね、まあまあまあね、うん、おっさんとおばさんの話もしょうがないけどそれが2010年になってそうね、サチモスをきっかけに、あー、サチモスね、またリバイバルするってすごいよね、すごいことだと思うんですよ、うんうんうん、でもサチモス自身は、うん、なんだっけ、どっちかってジャミロクワイ、そうそう、ジャミロクワイがやりたかったというか、うん、そうね、そういうちょっとこうソウル、ソウル&ビファンクみたいなことしたかったはずなんですけど、あえてそれがまたシティポップとして、まあ、おしゃれ都会的というふうに取られて、あー、そうだよね、そうそうそう、うんうんうん、そこからまた派生してどん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 そういうアーティストが流行ってくると、今は、うん、ジャパニーズヒップホップでさえチルっていうのが流行ってて、ほう、チルって言ってあのレコードがかかるツッ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 ってあの音あるじゃん、あー、ブツブツブツ、あれにフワーンフワーンみたいな感じのに、なんかこう柔らかいラップが入るみたいな感じの、へえ、それが流行ってた、それ90年代に結構流行ってたサウンドなんだけど、今またそれも流行ってたりとかして、80年代90年代がもうどん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 こうなんていうかな、今リメイクされてる、あくまで今の時代にリメイクされてるね、そうそう、今の時代に掛け合わせてどん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 、だってあの頃にはなかった、要するにパソコンがあったりとか、うん、いろんなこう音源があったりとか、うん、でまた違う表現ができるよね、そう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 、ね、そうそうそう、ね、それが今オフィシャルヒダンディズムとかね、もともとあったバンドの形をどんどん今変えておしゃれにしてってくれてるっていうことで、そう、ね、僕たちも知らなかったこのシティポップの世界、うん、ぜひとも皆様、はい、シティポップ聞いてみてください、ぜひぜひ、はい、ぜひあよでんがるかん、あよでんがるかん、ね、ぜひ皆様一緒にね、はい、シティポップ聞いてみましょう、よろしくお願いします、はい、というわけで、はい、本日の一番ラストのコーナーは、はい、デンソーング、yes, yes. というわけで本日ご紹介したい、デネブの、我々のデネブの曲はですね、はい、皆様に勧めます曲は、うん、今日のね、このシティポップにちなんではないんですけど、はい、もう全然違う、ちょっと僕たちもおしゃれなことしたいと思って、うん、ゴスペルサウンドにチャレンジした、はい、ミッションという楽曲を聴いていただきたいと思います、はい、このミッションという楽曲は実はあの僕の古い友人が今新しく経営してる大きな会社、うん、大阪にある大きな会社の社歌といって会社のテーマソングとして作ってくれという依頼を受けてが作った楽曲なんですけども、はい、あの今ね本当にこの演奏、このミッションという楽曲演奏がめちゃくちゃむずくて、さっき言ったねシティポップなので若干ね、おしゃれな楽曲にしてるので、ね、難しいので、デネブでもなかなか演奏する機会がないんですけども、ね、ぜひ皆さんこのミッションという楽曲聴いてみてください、はい、映画が始まるような雰囲気で作ってますので、はい、ぜひとも聴いてみてください、ありがとうございます、ミッション、というわけで、皆様からのコメントをお待ちしています、皆様のコメントもコメント読みましょうの最初のコーナーでね、読みますので、ぜひぜひ書いてくださいね、はい、ということで、ジャンガルパライフ、コメントダウン、サブスクライブ、チャンネル、ジャパニーズステーションや、参拝順パディエピソード、ブリクニャー、ありがとう、手に任せやー、バイバイ、ババ、ババ、を感じて、少し背伸びしながら歩いてく、やったことないことが目の前に